はい。えっと、面白すぎて。NG シーンだがね。Love you 今だけは悲しい歌聞きたくないよ I love you 逃れ逃れたどり着いたこの部屋いきますよこれで、これですね。食べれなかった。
キラコキラコ、これはどうダメキラコ、そんな感じかな。二人は目を閉じるよ、悲しい歌に愛がしらけてしまわるように。じゃあ、まあ、どういうことよってんで書いたんですけどね、はい、ユニフォームのデザイン募集、そのユニフォームってのはどういうものを言ってるのかと、聖子さんということなんですけど、もうね、服っぽければいいです、服じゃなくてもいいや。例えばを考えてみました。例えばこんな感じです。例えばエプロンだったらこんな感じ、 T シャツとかね、もうユニバーサルデザインですね。もしくはもう服とかの概念じゃなくて、こういうね、三角巾っていうからね、でほらもうきなこの袋をさ、こうやって縛るわけですね。ね、そしたらもうあの人はきなこの人だなってわかるじゃないですか。で、制作費もほぼかからないねっていうことで、このチャンネルはきなこ好きである私が一人で切り盛りしてるチャンネルなんですけどね、今日のきなことかね、大豆のネックレスを今日はこちらに、そしてきなこちゃん T シャツや信玄餅ピアスなんかを身につけながら、きなこを盛り上げていくワクワクのチャンネルにしたいと思ってやってるチャンネルです。きなこってのは袋詰めのメーカーさんが多いんですけど、その中でやっぱりテーブルにいつでも置いてあるきなこ、これすごく大事だと思います。そうすれば入れちゃいます。おいしくなーれー。あー、入れちゃった。どうすんの。おいしくなーれー。お、お、乗っけた乗っけた。わー、薄い、皮が薄い。ちょっと薄皮だから。はい、っていうのは使わないと美味しくないんで。そうなんですね。薄皮にしないと。へー、ちょっと近く住んでました。そう、これね、これも運命、めちゃくちゃ近いし、あの飼ってるワンちゃんがきなこっていう名前だし、さっきからちょっとワンワン言ってますけど豆つながりだし、こんな方見たことない、ね、きなこシロップを食べようということで、今日は京都の嵐山野村さん甘味どころ、ネギ焼きと甘味どころ、ね、もう一回やってもいいですか。ネギ焼きも、じゃあ一個目のきなこからいきます。はい、ここら辺からか。これでどう、このきなこから、じゃあお口を開けていただいて。はい、どうぞ。おっ、いいよ。どうして、うん、黒いきなこを開けてくださいね。これが一番目のきなこです。2番目のきなこ、こうやって混ざってしまいます。混ざります、大丈夫です。混ざってしまいます
いいね。どれかな、どれかな。さあ、これは2番目のキノコです。2番目の早口を開けて、はい、閉じて、うん、ね、うん、そうね。じゃあ最後、最後のキノコです。これがね、そうだね、最後、はい、閉じて。5個、どれかな、黒いきな粉はどれかな、答えは、答えは、答えはどれかな、答えは、うん、5番、5番、はぁ、正解です。じゃあきな粉と楽しみお願いします。表現してください。